ごめんね、絞るからシャツ脱いで。いい。そう。なんてことだ、乾くまで校舎に入れないじゃないか。今まで単位一つも落としたことないのに、しかもこんな女と一緒に。何してんだ、脱ぐなよ。え、キャミ着てるけど。噂通りとんでもないぞこの女。ああ、耐性ないんだ、童貞。ああそうだよ、童貞だよ、見りゃわかんだろ。お前びっくりするほどデリカシーないな。だが俺はそれを恥ずかしいなんて思ってないぞ。むしろお前らのような低層観念のない人間は心底を軽蔑する。ごめんってば。童貞だってだけでキモいなどと発するお前らを一生涯軽蔑するんだ俺は。キモいなんて言ってないでしょ。言っただろう今朝、俺に対する第一声で言っただろう貴様。え、覚えてない。ふくは。ほらどうだこの無神経さ。そうだ、思えば中学時代の俺を虐げるのはこういうタイプの人間だった。だから嫌いなんだ、三次元の女なんて、女なんて、女なんて。よくわかんないけど、恋とかした方がいいよ。お前遊ぶことや着飾ることや男あさりが有意義と思ってんだろ。お話にならないんだよ。だね。やっぱり私一回帰って着替えてくるね。そりゃよかった、気が楽だ。もう話すこともないだろうがお元気で。君も頑張って低層守って立派な魔法使いになってね。魔法